つなんですが、まず RWS 新潟校代表の、タカコーチです、今回は、リフティングの技を、やりたいと思うんですが、正直リフティングの技ができたから何？リフティングの技ができたから試合で使えるの？なんて、疑問に思う方もいると思うんですが、実際、確かにリフティングの技ができたから試合で、使うのか、それは正直わかりません。使わないことの方が多いでしょう、ね、もしかしたら使う場面があったり、するかもしれませんが、そのためにやる練習ではなくて、自分のアイディア、感性、遊び心、そういう部分を、生かすための、練習だと思って皆さんやってみてください。はい、それではやっていきたいと思います。今見ていただいた、技なんですが、まず解説します。どうやったか。まず、右足でボールをまずリフティングします。してたら右足で最初にボールを回す。この時にボールを触って回した足が上まで来た時、この時に自分の今軸足、僕だったら左足です、左足をジャンプして触ってあげる。この触るときはもう右足が上に来てまたいてる状態になります。触る瞬間は、はい、右足でボールを回す。で、上に来たときにボールを触る。で、触ったときにはまたく、はい、これをボールを落とさないでやります。で、コツなんですが、まず、体がうまく反応しなかったり、どうやるかわからないような、ことに陥ると思います、そんな時に冷静になってみてください。体でボールなしでいいです。またいでジャンプして触る、この形を覚えてれば簡単にできます。しかも、この技なんて言ったってかっこいい。やっぱりサッカーを始めた理由がかっこいい、すげえ、そういう風な気持ちで始めたもの、じゃあ自分もどんどんかっこよくなって、いきましょう。はい、ぜひこのリフティングの技チャレンジしてみてください。この動画いいと思ったら、高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。以上になります。どうもありがとうございました。